皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はヘルシーなキャンプ飯を作っていきたいと思います。今日はこちらの材料で3品作りたいと思います。今回も材料とレシピは説明欄のところに詳しく書いておきますので、ご興味がある方は覗いてみてくださいね。今回はキャンプ飯という感じではないんですけれども、外で食べれば何でもキャンプ飯になりますよね。今回作ってるのは白あえと春雨サラダ、あとは春雨スープになります。今日もですね、忘れ物やっちゃいましたよ。白あえに使うほうれん草を持ってくるの忘れました。台所に用意はしていたんですが、持ってくるの忘れてしまいました。材料は3品分まとめて全部切っています。だいたい使う材料が同じなんですよね。私は今日朝ごはんを食べに県流橋キャンプ場に来ています。天気が良かったんでめちゃくちゃ景色も良かったですね。今日の動画はキャンプ飯の紹介なんですが、次回は今回のキャンプで使った道具の紹介をしていこうと思います。私はですね、できれば天気さえ良ければ週に1回はキャンプに行きたいんですよ。でも風が強かったり雨が降ってる日までは別にキャンプ行かなくてもいいのかなって思いますね。なかなか行けてなくて雨が降るかどうかわからないけど、ワンチャン行ってみようっていう時はあるかもしれないんですが、もともと天気予報で明日は絶対雨ですよっていう時はキャンプ行かないようにしています。まあでもみんなそうなのかな。このキャンプ場に来て再確認したんですが、私はキャンプが大好きですね。鳥の鳴き声、沢のせせらぎ、大自然の中で食べる朝ごはん、本当に最高でした。ここのキャンプ場はキャンプ場という名前はついているんですが、ほぼ野営です。トイレも一応あるんですけれども、めちゃくちゃ遠いんですよ。今まで何回もこちらに来たことあるんですが、1回も使ったことがありません。炊事場も一応あるみたいなんですけども、水が出るかどうかすらよくわからないんですよ。私はこういう時、洗い物は1回キッチンペーパーで拭いて、それからウェットティッシュで拭きます。でその後に家に持って帰ってちゃんと洗うっていう感じですね。相当油っこいものでない限り大体それでいけます。こちらは駐車場から結構離れているので、バックパック一つでできるキャンプスタイルにしています。最初は UL キャンプといって、ウルトラライトと呼ばれているめちゃくちゃ軽量にするスタイルに憧れていたんですが、最近はそこまで軽量にしなくてもある程度重さはあっても必要なものは持っていこうと思っています。その一つが今回このまな板ですねこれね、結構重たいんですよ。でも私はまあ料理をすることが多いんで、あんまりなんかチャッチーまな板で使うよりちょっとしっかりしたまな板欲しいなってずっと思っていたんで、こちらはリサイクルショップで1000円で買ってきました。今日はこれから仕事なのでご飯を食べたら帰るんですが、寝袋も持ってきてるので一泊できる装備できています。最近はデイキャンプばっかりなんで、早く泊まりのキャンプ行きたいですね。前回なんて本当に短かったんですよ。あれ滞在時間どれぐらいだろう、2時間もないですね。テント立てて虫除けの紹介して終わりました。雨が降ってきたんですよ。その日は今回持ってったテントと同じでドーム型だったんですよね。ワンポールテントだったら中で火を使うこともできるんですが、タープも持って行ってない、
ドームテントでは中で火を使うのが危ないんですよね。ニンニクハンターチャンネルでは天気さえ良ければ週に1回キャンプに行こうと思っています。キャンプのいいところ、面白いところどんどん紹介していきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。材料もすべて切り終わったので、まずは春雨スープから作っていきたいと思います。皆さん夜中にお腹が空いた時どうしてますか？私は一回水を飲んで落ち着かせるんですけれども、それでもどうしてもお腹が空きすぎて寝れないっていう時はもう無理しないで食べちゃいますね。体に良くないんですけどね。でもご飯を食べると血糖値が上がるのでスッと眠れるんですよねあれ気持ちいいですよね。皆さんの夜中にお腹が空いてしまった時の対処法、コメントで教えてください。具沢山の春雨スープって美味しいですよね。今度から夜中にお腹が空いたらこれを作ろうと思います。既製品なんですけれども、この鶏つくねめちゃめちゃ美味しかったです。卵と最後にちょっとだけ風味付けでごま油を入れたら完成になります。それでは次は春雨サラダの準備をしながらチラエを作っていきたいと思います。チラエを作るポイントはしっかり水を切ることですね。水気があると味がぼけちゃうんですよ。豆腐も何回もキッチンペーパーを変えてしっかり水気を切った方がいいと思います。本来の白和えの作り方は、豆腐をフードプロセッサーにかけたり野菜を白だしで煮たりするんですけれども、今回はキャンプ飯になるのでそういうところは省かせていただいてます。その代わり豆腐は泡立て器で混ぜるようにしてますね。これで結構粉々になるんですよ。あと調味料はもう大体です。豆腐の大きさや水加減によっても入れる調味料の量が変わってくるので、味見をしながら調味料を入れていくっていう感じですね。今柚子入れたんですけれども、白和えに柚子ってめっちゃ合うんですよ。試したことがない人はぜひやってみてください。白和えのレベル一気に上がりますよ。そろそろ春雨を茹でて3分が経つので水切りしてきます。できれば春雨は冷やした方がいいんですけれども今日氷とか持ってきてないんでそのまま使います。まずは春雨サラダのタレを作っていきますね。多分タレのポイントはからしですかね。ちょっと多めでいいと思います。春雨サラダ、春雨スープ、白和え、全部材料を切って調味料を合わせて混ぜるだけ。めちゃめちゃ簡単ですし、洗い物も少ないんでおすすめです。しかもこの春雨サラダに関しては結構量ありますからね。やばい、春雨冷やしてなかったからちょっと固まった。春雨サラダは最後にラー油とあとはすりごまを入れたら完成になります。こちらが本日大自然の中で食べる朝ごはんになります。いただきます。うん、おいしい。柚子と
すりごまが効いてて美味しいですね。結構具沢山。うまい。これもね、生姜効いてますね。生姜も効いてるし、このつくねが入ってるんで、結構ね、お腹いっぱいになると思う、これ。使ってる材料は、ほぼ野菜と春雨、あと豆腐だけなんで、まあ私はちょっとカロリー計算とかはできないんですけど、結構これ低いと思いますよ。ダイエット中とか、まあ、真夜中のちょっと小腹が空いた時、そういう時に全然食べても罪悪感はないと思います。うん、おいしい。春雨うめえ。ちょっとラー油入れてるんでちょっとピリ辛ですね。あ、からしか。からしも入ってるからか。ニンニクハーターチャンネル。ごちそうさまでした。美味しかった。朝ごはんなんですけど、お腹いっぱいですね。結構量多かったな。半分ぐらいで良かったかもしれないです。これで多分2人前ぐらいなのかもしれない。結構お腹いっぱいになりました。それではですね、ご飯も食べ終わったんで、ちょっと昼寝してから帰りたいと思います。これからもニンニクハンターチャンネルではキャンプの動画どんどん出していきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね。